深井寛一郎から1943年3月24日は、日本の教育者、受学者。武蔵国岩月生まれ。成果は、微読で貧しかった。7歳の時、岩月藩藩校小玉なんか由来の選挙館にて、苦闘を学び、小学校を経て、埼玉県立中学師範学校副科官学部で4年、学んだ。1883年。 東京大学文学部古典講習科勘助科に合格したが、1885年同化の完費給付が廃止されたため、私立東京管会に勤めた。その後、福島市販学校教諭を経て、1891年、高典高級書教師に着任し、教立中学校で教える。1898年、東京府城北中学校校長に就任。以来、 1938年までの40年間に、わたって、東京府立第4中学校の校長を務め、府立4中中校の祖と称される。また、不快が編纂した、漢文教科書は、全国の学校に普及した。1902年、詳細な10の特目と、生徒注意事項も30にわたる項目を制定。対外スポーツ試合などは禁止され、予習。 復習はがっちりやらせ、服装チェックも厳しく、他校と比べても非常に厳正なものだった。異謀のチェックは、不立中学全4校でも実施されていたが、それが3回に及ぶと、不立3中同様成績評価がワンランク下げられたりした。このように4中の生活や、勉学の指導は、不立中学の中でも特に厳しいものであったが、卒業生の中には、 こうしたスパルタ教育を断罪する者もいた。反面、非常に役に立ったという声も多くあった。勉学面では、四年一学期で五年間のカリキュラムを終えて、残りを受験指導に当てた。一校入学者数以上に四年修了での地方も含めた、管理上級校への入学を指導していたが、就寝の時間には、いつも一校など管理上級校への入学成績の話をするとき、 話題の中心は四中と一中との対比であった。こうした教育指導の成果もあって、明治の後半から昭和にかけて、不立四中と一中が一高合格率を競うようになり、一中、川田正隅校長最後の年には一中を抜いて一、高合格者数でトップに立った。1935年、不立四中補修課に途通達で廃止を分離し、 私立城北高等補修学校を開校廃校。1940年、富士見高等女学校校長に就任。1941年、弟子の井上玄路城と共に城北中学校を創立、同校の初代理事長、学校長に就任。ありがとうございます。